皆さんもやったことあるだろう練習、単純に2本2本を切り返す。左の時の方が難しいです。なんでかというとバックストレート打つんで早く返ってくるんで、ここでミスするとすっごい多いです。右と右だったらクロスに2本なんで結構できるけど、左になったらめっちゃミスするっていう人多分いっぱいいると思うんですけど、苦手な人はこっちからやって、それができるのってこっちっていう方がいいかなと思います。右足がすごい前でフォア打つ人だったら別なんですけど、基本やっぱみんな利き足が若干半身になって後ろ向いてるんでフォアは打ちやすいんですけど、バックやっぱ体ちょっとこっち向いちゃってるんで、同じスイングの大きさだと難しいです。こっちはまあ気にせず普通に振ってもらっていいんですけど、こっちの場合はちょっと打点が同じ位置で取るんじゃなくてちょっと速いところで打つようにしないと振り遅れちゃうんで、だからあのバックの時はこう引きつけすぎないで少し自分の中に入るような、ボールが飛んできたとしたらここで取るんじゃなくて、ここの辺に行って取るようなイメージ、前に上がっていくところで見にくいです。やっぱりここで取ろうと思うと大きいスイング取れないんで、全然にこうコンパクトに振りやすい、はい、まあ、もちろんこう後ろに下がってる時とかは時間があるんで振ってもらっていいんですけど、こう前中心ぐらいだとそういう取り方の方が、まあ、ミスはしづらい。じゃ今度後ろからも見ていきましょうか、はい。視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter とインスタもやってますので、よかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。またね。